はい、どうもこんにちは、ゆきおです。今日はこのおもちゃを見ていきたいと思います。2017年12月29日発売です。デラックス超合金魂の超電磁炉コンバトラー V ですね。これね、箱がねめちゃくちゃでかいんですよね。今回はですね、通販じゃなくて店で買ってきたんですけど、持って帰ってくるのにちょっと苦労しましたね。どれぐらいでかいかというとですね、いつものペットボトルと比べるとこんな感じです。まあ、これだけ見たら大きめの超合金魂の箱と同じぐらいかなって思うんですけどね、実はねこれね奥行きがすごいんですよね。奥行きもこんだけあるんですよね。こんな感じです。いやー、これは本当ちょっと楽しみにしてたんで、早速開封したいですね。はい、輸送用の段ボールから取り出すとパッケージはこんな感じになっております。輸送箱パンパンに入ってたので、箱の大きさはもうほとんど変わってないですね。やばいぐらいでかいですね。これがおもちゃ1個の箱なのかと疑いたくなるぐらいでかいです。裏面はこんな感じですね。それぞれのマシンやギミックなどの写真がいっぱい載っております。でも箱を回すだけでも一苦労。そして天面、いいよ。天面はね、このように取っ手がついております。そこはどうなってるのかな。そこはタイトルですね。タイトルが書いております。これはどっから開ければいいんだ。正面か。正面から開けれるようになってますね。では開けていきましょう。お、なんだこれ。これ各マシンが、あ、そうか。ポピニカのバラのあれセットのあれをイメージしてるんですよね、確か。おこのでっかい箱の中にこれだけか。わかりますでしょう。バトルジェットが真ん中にちょこんと入っております。デラックスポピニカ魂のロモも入っておりますね。中はこんな感じです。バトルジェット以外に、手首パーツやらヨーヨーやら入っておりますね。そしてバトルクラッシャー、後ろは2って書いておりますね。先ほどのジェットの方は1と書いております。これはそれぞれ番号が裏面には振ってあるということですね。こちらはバトルタンクですね。中身のレイアウトはこんな感じです。さあ4番です。バトルマリン、こちらはオプションパーツは少なめですね。そして5番、バトルクラフト、中身はこんな感じになっております。ということは下のこれは音声のあの台座でしょうね。結構重たいですね。ベースコンテナ、裏面です。ちょっと取り回しが、中身はこんな感じになっております。台座ですね、いろいろ入っております。はい、説明書ですね。説明書の中身はアニメの解説からコンバトラー商品の歴史、図解、あとはおもちゃの説明でか載ってますね。これは盛りだくさんだ。いや、中の箱一つ一つがもうすでにでかいですね。例えば戦隊ロボとか
ガンプラと比べてもこれぐらいでかいんですよね。とんでもないっす。はい、それでは各マシン一体一体見ていきたいと思います。まずはバトルジェットですね。一瞬見ていきます。全体はこんな感じになっております。上から見るとこんな感じですね。下からはこんな感じ。これがねちっちゃいんですけどね、もうすでに重たいです。このサイズでこの重さかっていうぐらい重たいですね。真正面結構細かく作られておりますね。そしてランディングギアですが、このように収納するギミックがついております。はい、ギミックはですね、ここにバルカンミサイルがついておりまして、引き出し式で展開することができます。ちょっとちっちゃいんで、ちょっとね、あ、出ましたね。こうです。反対側もこうですね。バルカンミサイル。はい、他はですね、このようなオプションパーツがついております。マグネレーザーは、ここの部品を付け替え式で取り外して、マグネレーザーをつける。これでマグネレーザー展開状態ですね。はい、ドスブレッシャーはオプションパーツでついております。こんな感じですね。ドスブレッシャーの先端はメッキパーツですね。いいですねこれは。おっと、いや、この手応えまさにポピニカですよ。超合金ですよ。はい、オプションパーツはこんな感じです。はい、音声ギミックですが、電池はすでに装填しております。ここにスイッチがありますね。今オフの状態ですが、オン、これでオンになりました。そして垂直尾翼を押し込むと、まずはエンジン音が鳴ります。こんな感じですね。そしてもう一回押すと合体待機音ですね。あの電気がビリビリ出てる時の音鳴らします。この辺から電気が出そうですね。これはもう一回押すまで鳴ってるみたいですね。はい、バトルジェットはこんな感じです。もうちょっとコクピット周り見てみますか。ピント合うかな。コクピット周りも細かく造形されておりますね。氷馬は乗ってないみたいですね。はい、次はバトルクラッシャーを一瞬見ていきます。全体こんな感じですね。上から見るとこんな感じで、下から見るとこんな感じです。いや、これもね、持った時のこのずっしり感ですね。いやー、これはいいわ。本当に鉄を持ってるっていう、そういう感触が伝わってきますね。重さって重要ですよね、やっぱり。ちょっと気になったのがランディングギアがね、結構本体の後ろの方についてるので、これは結構あれですね、前にこうこけますね。ちょっと動かすとちょっとバランスが悪いところはありますね。この走行は可能です。でオプションパーツとかはついてないですね。あとは音声も合体時の音声が、内蔵されておりますけど、バトルクラッシャー本体としての音声は、入っておりません。はい、バトルクラッシャーのギミックですが、こちらの着陸脚ですね。こちらを収納することができます。まずはこれを引き出します。そしたらこの中にストッパーがあるんですね。これが今出てる状態です。これを引っ込めます。はい、引っ込めました。着陸脚を反転させて中にしまいます。このような形ですね。反対側も同様に開けて押し込む、反転させて収納。はい、これで着陸脚が収納されました。というわけでバトルクラッシャーはこんな感じです。
はい、次はバトルタンク一緒に見ていきます。全体はこんな感じです。はい、これは結構ギミック多いですね。まずはキャタピラ装甲、ゴムタイヤになっておりますね。そしてアンテナ、ちょっと今歪んでますね。軟質素材なんですけど、あまりグニャーとやると折れそうですね。ここはちょっと破損注意ですね。動きます。なんていうんですかね、レバーみたいな感じでこうグリグリ動く感じですね。そしてバトラーブラウ、展開ガシャッと伸びます。これすごいですね。結構奥から伸びてくる感じがいいですよ。こんな感じで、いや、バトルタンクはちょっと煽る感じで見た方がかっこいいでしょう。爪の開閉も可能ですね。本体のギミックはこんな感じですね。上から見るとこんな感じで、下からはこんな感じです。はい、オプションパーツですが、こちらが 380mm 戦車砲、取り付けはここの後ろのこちらのカバーを一旦、おお、誤爆です。ここにスイッチがありましたね。スイッチの後ろにここにカバーがあります。このカバーを爪を引っ掛けて取ります。これですね。ここに 380mm 砲、戦車砲を取り付けます。まずは、こちらの爪をですね、こちらに引っ掛けて、そして後ろの2つの穴にこの突起を差し込みます。カチッとはまりますね。はい、 380mm 戦車砲です。これは、左右には展開しないですけど、上下は動きますね。こんな感じで動きます。はい、そしてこちらがアンカーナックル。アンカーナックルの取り付けはここの黄色い部品のここにハッチがあります。これを取ります。これですね、左右とも取ります。そしてここのくぼみにアンカーナックルを差し込みます。はい、オプションパーツはこんな感じですね。アンカーナックル、やっぱり戦車は煽りですね。これかっこいい。はい、次はバトルマリン見ていきます。全体はこんな感じですね。上から見るとこんな感じです。下からはこんな感じ。これはね、もう本当に前期の中で一番重いです。これ一個だけでね、超合金魂ぐらいの重さありますね。これね、こっからこっち側ほとんど合金でできています。めっちゃ重い、そしてでかい。これはすごい。はい、ギミックですが、ランディングギアの収納ができます。タイヤを折りたたんで、そして本体に収納。はい、後ろの車輪のね、収納はちょっとコツがいるんですよね。一旦車輪を全体的に引き出して、そしてなんていうんですかね、こう押し上げながら収納していく感じですね。何を言ってるかちょっと分かんないかもしれませんけど、こう押し上げながら収納していく感じで入れるとしまえます。そしてしまったら黄色いカバーを閉じる。ちょっとね、本当にね、これ説明が難しいので説明書の図解をそのまま写します。はい、こんな感じになっているので、一時停止してご理解ください。結構ややこしい構造になっておりますね。はい、では反対側の車輪も収納していきましょう。ちょっと中の
構造なんで目には見えないんですけど、溝がこう2つ入ってるんですよね。そしてこっちの溝に入ってる時は車輪が出てる。車輪を直す時はこっちの溝にタイヤを滑り込ませる感じですね。なので一旦軸を出して、今上にあったレールを出してきたわけですね。今度下に入れる感じですね。内部を連想しながら下に入れる感じで入れていくと入ります。そして収納。いや、背部のバーニアもちゃんと作り込まれておりますね。これはすごいです。すごいとしかもう先から言ってないんですけどね、ほんと言葉に出ないぐらいいいですよこれは。はい、最後はバトルクラフト見ていきます。全体はこんな感じですね。左右で6輪ついてるんですけど、かなりスムーズですね。ぬるぬると動きます。はい、ギミックですが、こちらの下のレバーですね、これを押すことによってドリルが展開します。反対側もこんな感じですね。はい、上から見るとこんな感じ、下からはこんな感じ。ちなみにこれ左右はですね、ジョイントではなく磁石でくっついております。はい、バトルクラフトはこんな感じです。はい、次はバトルマリンとバトルタンクの運搬形態を再現したいと思います。こちらの4つの補助パーツを使用します。まずこの透明の補助パーツですね、これはバトルマリンの後部に取り付けます。これで左右の足がばらけないようにするんですね。そして残りの3つの部品、まずこれですね、これをバトルタンクの上面に設置します。はい、そして運搬アームを取り付けます。こちらが左、こちらが右。この透明のパーツを、キャタピラの真ん中のところに引っ掛けます。反対側も同様。はい、そしたらアンテナを干渉しないように気をつけながら、マリンのここのハッチを開けてここへ接続します。はい、接続したらハッチを閉じます。反対側も同様ですね、接続します。そしてハッチを閉じる。はい、これで運搬形態完成ですね。重いいや、ただでさえ重い2つでが同時に持ち上げるとなるとこれは重いっすね。はい、一応全体見てみますとこんな感じになっております。では大きさ比較も兼ねて、5台のマシンをディスプレイベースにセッティングしていきたいと思います。はい、これで各マシンセッティング完了です。一周見てみましょう。こんな感じになっております。これもここまで来たらもうジオラマですよね。煽りでもう一周見てみましょう。こんな感じになっております。近くで見るとこんな感じですね。はい、そしてディスプレイベースの1番ですね、ここのボタンを押すと発進の時の BGM が流れます。そちらと、バトルジェットのエンジン音というかジェット噴射音ですね、そちらを組み合わせるとこのようになります。はい、バトルマシンディスプレイ状態はこんな感じです。はい、それではディスプレイベースをコンバトラー V4 に組み替えて合体させていきたいと思います。ですがその前にこちらを見ときましょう。こちらはロペットですね、合体には欠かせないキャラクターです。こちらもちゃんとフィギュアとして造形されております。全体はこんな感じですね。はい、そして可動は腕、そして頭回転、
まあ、稼働はこんな感じですね。はい、ではロペットを台座にセッティングして2番のボタンを押します。はい、まずはバトルジェットの垂直尾翼を押して合体準備音声を流します。そしてバトルクラッシャーのコクピット部分ですね、こちらを持ち上げます。持ち上げてこういう風にスライドさせるわけですね。そして噛み合わせます。そして後ろのエンジン部分を引っ張り出します。そして横に倒して収納します。反対側も同様に引き出します。そして横へ倒して収納。はい、これでバトルクラッシャーの合体準備完了です。はい、バトルジェットとバトルクラッシャーを合体させます。合体させるとガシーンという音が鳴ります。そしてこの青いパーツですね、こちらをスライドして首の方へ寄せます。はい、これでバトルジェットとバトルクラッシャーの合体準備は完了です。はい、次はバトルタンクの合体準備です。まずはアンテナを前に倒しましょう。そしてここのヒンジを使ってキャタピラを上側へ持ってきます。こういう感じですね。反対側も上へ持ってきます。はい、そしたら、合体準備ボタンを押します。そしてバトルクラッシャーと合体させます。次はバトルマリンの合体準備です。まずはここの太もも部分ですね、これを内側へ寄せます。ちょっとクリクリしながら寄せる感じですね。わかりましたでしょうか。こう内側に寄っていますね。こちらと比べると。反対側も同じようにクリクリしながら内側へ寄せます。はい、そしたらもう一度バトルタンクの合体準備ボタンを押します。そしてバトルマリンを合体させます。はい、そしたら今度はバトルマリンの合体準備ボタンですね、ここにあります。このボタンを押します。はい、そしてバトルクラフトを真っ二つにして足を合体させます。はい、そしたら今度は各部のウィングを収納します。反対側も同様ですね。はい、こちらはパネルを開いてウィングを折りたたんで収納します。そしてパネルを閉じます。反対側もパネルを開いてウィングを収納。足のウィングは上までスライドさせて収納します。そして腕を展開して肘を縮めます。そして拳を引き出します。キャタピラを内側へ折りたたみます。顔のパネルを下に下ろします。そして首を伸ばします。そしてディスプレイベースに設置します。はい、ではディスプレイベースに設置した状態で一緒見てみたいと思います。全体はこうなっております。はい、大きさはペットボトルと比べると
こんな感じですね。はい、ディスプレイの補足なんですが、これが支柱なんですね。これをキャタピラで挟み込む感じですね。このようになっております。そして合体完了音声はこのスイッチですね。これが両足にありまして、これを両足で踏みつけるとコンバトラー V というセリフが流れるようになっております。はい、では近くで見ていきたいと思います。足元から身長57メートルって感じですね。各部こんな感じです。顔もかっこいいですね。巨大さが素晴らしい。背面です。背面はこんな感じです。はい、可動も一通り見ていきます。頭はボールジョイント、肩一周、そして上にもこのように動きますね。ロール、肘はここまでですね。ただ肘を一旦伸ばせば、まあ、変形の恩恵でこのように曲がります。胴体に可動はなし。足は8の字、前はこんな感じですね。後ろは全く動かないですね。そしてロールも多少動く程度。膝は結構回りますね。こんな感じです。足首は結構柔軟ですね。このように動きます。あまりやると外れますね。はい、説明書の指示ではこちらの平手を取り外して、こちらの握り拳を合体後には付け替えるように指示がありました。まあ、個人的には、余剰パーツ、差し替えパーツなしで変形合体を遊びたい派なので、もう僕はこちらの握り拳を常時つけておこうかなと思っております。まあ、劇中とはちょっと設定は異なるんですけどね。拳が出っ放しになりますが、バトルクラッシャージもこの状態で飾っておこうかなと思います。それ以外にもこのような手首パーツが付属しております。はい、合体後のギミックですが、こちらの背中のこのボタンですね。こちらを長押しすることで額の V の字が光るということですね。押してみます。これで1分間光ってるようですね。ちょっと照明を落としてみましょう。光っておりますね。目もうっすらと光ってるようですね。はい、台座の3番の音声なんですが、これを押すとですね、テレビのオープニング主題歌の曲が流れます。ちょっとね、それは著作権的に流すのはどうかと思うんで、今回は鳴らさずにいきます。いや、1番2番も BGM なんであんまり良くないんですけどね。これダメだったら、この動画自体下げることもあるかもしれませんね。はい、ではその他のオプションパーツを見ていきましょう。こちらのヨーヨージョイントをこちらのハンドに装着します。そしてこの超電磁ヨーヨーのくぼみ、ここにはめ込みます。そして手首交換。超電磁クレーンの音声は収録されておりませんね。同じくバトルガレッガーの音声も収録されておりません。はい、ビッグブラストはお腹の黄色いパーツを取り外して、こう発射形態ですね。特に固定するとかないんですね。別売りの魂ステージを買わなければ固定はできないようです。コンバトラーの実力見せてやるぜ。
ツインランサーは設定通り繋げて持たせることもできますね。はい、次はグランダッシャーへ変形させていきます。まずは腕をまっすぐ下に伸ばして関節を伸ばします。そして腕を後ろへ回して180度折り曲げます。反対側も後ろに回して折り曲げます。そして拳も反転、反対側の拳も反転。はい、じゃあ脇をちょっと開けてキャタピラを展開します。そして左右へ伸ばします。こういう状態ですね。ヒンジの部分もすべて伸ばします。はい、そしたらヨーヨーを取ります。そして、キャタピラをお腹の方へ持ってきます。ここに穴がありますね。ちょっと見にくいですけど、それとここのポチですね、これを噛み合わせます。今カチッと言いましたね。はい、再度ヨーヨーを取り付けます。反対側も同様、足もまっすぐにします。はい、膝の車輪を目いっぱい引き出します。そしてバトルクラフトを前方向にずらします。そして上方向へ曲げます。反対側も同様ですね。一緒見てみます。全体はこんな感じですね。はい、というわけで今回はデラックス超合金魂コンバトラ V の動画でした。いや、これはもうドンキですね。めちゃくちゃ重たいです。しかし大満足ですね。まあお値段はねかなりするんですけど、満足度で言えばやっぱりそれに似合った値段っていう感じですよね。いや、これは買ってよかったです本当に。はい、というわけで興奮冷めやらぬ中ですが、また次の動画でお会いしましょう。今回はこれでお別れです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。よろしくお願いします。身長57メートル、体重550トン。筐体がうなるぞ、空飛ぶぞ。その名は超電磁ロボ。その名は、コンバトラー V!